9月30日をもってスタートエンターテインメントを退社した元ハイハイジェッツの高橋優と高イコールはしご高が25日横浜 DeNA ベイスターズの公式 YouTube チャンネルで行われた緊急性配信において退社後初めてファンの前に姿を見せた。 SMBC 日本シリーズ2024開幕前夜緊急 YouTube 性配信3月届け我らの声と題した今回の配信は、各界を代表するベイスターズファンのゲストが集まり日本シリーズへの熱い思いや期待を語るという企画で MC を務める。